こんばんは。準備編の第5回となりました。これね、こうどうしてもね、スタート押してからじゃないと動かないんですよ、これがね。じゃあ動くんかな。今日は準備編の5とします。編み図を書く前に編み記号をここに書いておいて、この置き場所にね、図形登録するんですけれど、いずれはね。で、いつでも使えるように準備するっていうかな。で、編み図を書く前の準備段階。ですから、準備編の1から見ていただくと、今までやったことのちょっとおさらいしますね。これ鎖編み。基本の鎖編み。寸法を決めて、この鎖編みの寸法から、でも細編みの寸法。これ細編みの3目、編み入れる3目一度。これトリニティステッチで、これ引き抜き編み、引き抜き編みのちっちゃい方、留めの方、それから引き抜き編みでこうずっと編んでいく時ありますよね。で、それからこれが鎖編みの裁ち目もいろいろですけどね。で、これが中長編みの裁ち目。これが長編みから全部、長々編み、中長編み、全部三つ巻き編みも全部編み図は同じサイズでやってますので、3目の裁ち目、たまに4目の裁ち目も出てくる可能性もありますよね、編み図によってはね。で、これは中長編みの2つ編み入れる、3つ編み入れる。中長編みの、これがここの部分が、円周に、編み入れる場合のこれ。で、こちらがまっすぐの編み図の場合の中長編み2つ3つから、2目1度3目1度で、これが長編みの2つ編み入れる、3つ編み入れる、2目1度3目1度ね、長々編み、長々長々編み。で、ここまでやりまして、ここでちょっと寸法がちょっと良くないということに気がつきまして、で今ね、今の時点でこの4が限定効果になってるんですけども、考えましたら、これはこれでね、使えないことではないんですよ。使えなくはない。せっかく作ったので、これまた公開しておきますね。で、もう一度今日はちょっと重複になっちゃうんですけど、作り方としてあれなんですけど、角度のことをお話ししたいので、もう一度ここの部分をやります。この中長編みから全部で、細編みはこのまま使えます。これは実際のものとしていいと思います。それでですね、スタートする前に確認する3点セット、これ毎回やります。ですから、まあ端折ってくださいね。毎回見る方、設定、基本設定、一般の1、クロックメニューを使用しない、予習枠を、これ予習枠はね、こうしといてください。それから一般の2の一番下右、マイスホイール、これがないとちょっと困るんですね。で、 OK。 それから用紙と縮尺は、用紙、ここ用紙 A4S イコール1スラッシュ1、これは標準サイズってかな、実寸でやりますということです。それから線属性、これでもいつものです。いつもの線属性は、左枠が上から下2番目、右枠が一番上の実線、これでやっていますから、一緒の方がいいと思います。それから今日ね、これ書いてきました。これキーボードの H が直線、 E が円、 C が複写、 D が消去、 M 移動。そしてエスケープキーね、一番左の一番上に大体あると思うんですけど、エスケープキーが戻る。これね、覚えなくていいですよ。こちらのツールボックスの中からやればいいです。その時間かかっても、コツコツやっていくっていう、それでもまあ手書きよりは早いかなぐらいの気持ちでやっていかれるといいと思います。で、だんだんといろんな手順が慣れてきて、そちらの方に神経使わなくていい、もうこれじゃいらなくても、このキーボードでやれるという人はキーボードももう絶対便利ですから、これも使っていく。まあ、もっと上級になればクロックメニューも使うというふうにしておいてください。今日はですね、5番目ですから、これかな。これですね。
角度が大事。これは自分自身に言ってることなんですけど、角度が大事ですから、2目3目4目一度とかは見れる。これは、これが復習っていうかな、もう一回やるっていうことになります。数値の変更をいたします。まあ、早速やっていきますね。あ、そうそう、お見せするものがあるわ。この図形、図形登録したんですよ。だいぶ私も図形を選ぶとこういう風に出てくるんです。これこれね、これはあのもう登録した図形なんです。仮ですけど、でここにこの書き込みシートっていうのがあるんですよ。これ、あ、今これ、あ、ちょっと違うところで見てください。これね、これ見てください。これ、これでね書き込みできるんですよ。ほら、これ、こんなの作ったんですね。これ実際に使えるようなものですけども、こうなってます。ほら、もうこれね、あのもう本当にすぐ、もう少しで作れてきます。これを使ってこのシートでやっていくっていうふうにできます。それからこれもちょっと消去しておきます。それからね、図形の中に、あ、図形じゃないわ、ファイルの中にこんなのがあるんですよ。ファイルの中に練習してたんですけど、こんなのが、編み図の練習の位、これだね。これのね、あ、これこれ、これじゃない、もうね、このね、これあの JWCAD はね、ページ変えなくていいんですよ。ここの中でもうどれだけでも作れるんです。これ全部 A4 です。で、印刷するときはこれだけ選べばいいっていう風なんですよ。だからもうこの中にもう書けるだけ書くっていうかな、ができます。で、これはちょっと開いてみますね。こんな練習してたんですよ、これ。これがあの、まっすぐこう立ち上がっていく編み方ね。それから、これが、これね、複写したんですよ、これ。反転、複写じゃなくて、これを作っといて、こっちペタってこう、ひっくり返して、これほら、左右対称になったでしょ。これができます。それから、こういうのも、本当に簡単にもう連続で作れちゃうんですね。それからこれ3段目までちょっとはめてみたんですけど、まあここでね、やっぱり角度はやっぱりちゃんとしなきゃいけないと思ったんですけど、こんな風にして、これももう本当に正確な数値です。これ角度が手書きとはまたちょっと違うね。だからここにこうあるっていうかな、ちゃんと2目がこれもね、そんなに難しくないです。あの本当にもうすぐに書けると思いますから、皆さんの希望を持って、やっていきましょう。ではね、これは、消しちゃって、これ消しちゃっていいよね。で、これのファイルのさっきの YouTube のやつをね、これを開きますね。で、じゃあやっていきます。まずね、これ長編みと長々編み、これ全部、あ、中長編みから全部これを複写します。この分だけね。選択確定、起点変更、これもだいぶ皆さん覚えましたか。ここでやりますね。ここでしてきます。そうしましたら、いよいよっていうかね、この中長編みからしてきますけども、角度がね、20、70だから、コンピューター、パソコンが、
そのどの角度で選んでくるかで、ちょっと20か70 の角度になります。これですから、まずこれを複写しますね。複写がし、これをこうして、決めて、そして右クリックで複写して、選択確定、これ起点変更いります。そしたらばこれを、複写するんですけど、この、回転が20か70、ね、20でよかったですね。これ20で、このここの下のところ、ここにしっかり右クリックしてください。あれおかしいね。起点変更をちゃんとしないとダメだね。ここはほら起点変更できてない。これ右クリックでしっかりこの起点を捉えて、そして今度こちらが逆ですから、マイナスの20で、これをやはりしっかり右クリックで捉えて、これでできたんですね。これ円で、円のに編み入れる時の、これ広いでしょ、これだとちょっと違うんですよ。これここがぶつかるっていうか、円で編み入れる時の角度です。そして3目の方が虫手をまず入れて1つ、これもねしっかり角を捉えて、そして両サイドがマイナス25度と25度、マイナス25、そして25ないね、25、これで、中長編みの円に書き込む時の2目編み入れる、3目編み入れるができました。次に、長編みも全部これ、角度一緒です。もう一度複写をして、そしてこれ長編みをコピーしますね。そして選択確定して起点変更しないとダメです。これやはり同じように回転、もうこれ この時はもう入ってるんですよ。マイナス20から選んでもどちらでもいいんですけど、20、そして20、普通のマイナスじゃない20、こちらの角度が正数で、こちらがマイナス数です。こちらの角度が、それから、こちらは虫手をまず一つ入れる、右クリック、そして25とマイナス25、このようなのが出てきちゃった、マイナス25ね。こうして連続でしとくとね、数値入ってるからやりやすいですよね。それから中、長編み、もちろん複写して、長編み選択確定、起点変更、起点はこの一番下のところに持ってきて、そしてでこの時ね、こうやったんだ。そうそう、こっちのこの3つ、これ今角度出てるでしょ、25の前のが拾ってある、そのままコンピューターが覚えてるから、でこれでやっちゃったらどうですかね。25、これまあこういうのがだんだん慣れてくると手早くなっていくっていうかな、そうするともうサクサクできてくるっていうか、まあ、サクサクできなくていいじゃないですかね、ゆっくりやれば。それ慌ててもしょうがないし。
こちらの方が20でしたね。20の角度ね。もう分かんなくなったらメモするなり、全部角度変えてるわけじゃないので。でこちらも20、ノートには書いてますよもちろんね。そしたら今度三つ巻き長編み、これも複写で、選択確定、これ選択確定必ずしないといけないのと、起点変更、まあ、ほぼほぼセットになってると思った方がいいね。そして一番下の方まで起点に取って、そして先ほどと一緒ですよね。こちらは25度の角度でしたから、広がってるので目数も多いですよね、下が。あ、これ20だね、今間違えた、もう一度、あ、出てきたわ、これ20でしたね。こちらやって後からやったから。そして、マイナス20と20、しっかり右捉えて20、そして、無指定で中心を入れて、無指定で中心入れてここに、そして25のマイナス25と25度、そしてこちらも25度、マイナス25度。でこれでできました。なかなか早くできるようになったと思います。これスラッシュしとくと消えますよ。線のところをクリックしました。今でこれでね、このこれ角度違うでしょ、あれ違う、あ、こちらはほとんど一緒かもしれないですね。こちらほとんど一緒でしたかね。まあ、いや練習だと思ってやってください。でこちらの方が、ここに角度書いてありました。あ、角度、75度と、やっぱり75度でやってるわ。ただね、頭が良くなかったでしょ、ここ。頭のとこ、ここが。書き方が。これ考えました。ですから次はきっちりしますね。まずね、伏線というのを引きます。でこういう時の書き方の練習にもなるかなと思います。伏線選んで、そしてこの線を選ぶんですよ。左クリック、そして、こちらが6ミリでしたよね、中長編みは。で6を選びました。そしたらもうここにできたでしょう、伏線。で、こちらを上にしてください。で、左クリック。これね、これ実践でもいいですよ。わかりやすいから、ここね、後で消しますので。この高さに合わせたいんですよね。まっすぐなところで編み入れる2目、3目。で、こちらの方は、9ミリでしたよね。で、もう一度伏線で、この線を左クリックしまして、何もないところでね、そしてここに9入れて、でもこれで伏線作ってくれてる。ほら、これ左クリック、これね、こちらが長全部一緒ですから、ここで一つ作って全部複写してきますから、ここでやります。そしたらこ中長編みのまっすぐに編み入れる時の中長編みの、2目と3目を作ります。この時はね、12度と78度、これがだいぶ違うんですよ。中長編みは線ですから、水平垂直なしで傾きが12度と78度だから、12で出てくればいいですけど、12で出てきてくれないかな。しっかりここ捉えて右クリックで、そしてあれ、
傾き12で、反対だ。これ78でやらないか。ここがちょっとね、ちょっと質問してみたんですけど、分かんなかったんですよ。あれ？こっちだね。これ78。だから、ここから捉えてるんです、今回。次は、今は。さっきは、こっちから捉えてた、くれたんですよね。なんでだろう、これ。規定の取り方で違うのかしら。これ、左クリックします。結構ね、細いんですよ、だから。これね、なんでって言ったら、ここの下に、鎖入れるでしょう、こう。ぶつかっちゃうんですよ、こっちと。それで結構細めです。そして、さっき78だったから、マイナス78。そして、こう。で、この時にしっかり、これほら、空いてるでしょ、ここ。これじゃダメなんですよ。だから、これ右クリックして、こう。減っただね、これ。78でやっちゃダメだ。何やってんです。で、これ最後までしっかりこう書く。あ、これ2本になっちゃった。エスケープキーで戻して、ちょっとモタモタしてますね。だから左だから、こっちが、だからその辺ちょっとよく分かってないんですね。こう78で顔にぶつかる。 ここでこれ拡大して、しっかり、これ左クリックしかできないです。しっかり捉えないと、これがまっすぐならないってことに、が分かりました。で、これが、次がマイナス78。マイナス78。そして右クリック。しっかりぶつけて、で、左クリック。ちょっと空いてる。これが中長編みの2目編み入れるの基本ね。そして次が3目編み入れる。この時は、この時も同じ角度です。それしないとちょっとややこしいんですよ、これ。書いた時に、図にしてレッスンしてみたんですけど。それね、傾きを無指定にして、まず。で、まっすぐを引きます。まっすぐをこう、こっち右クリックできるね、この線があるから。そして、これちょっと邪魔だね、お顔が邪魔。次に同じ78、マイナス78で、右クリックは右クリックでいいんですけど、この時に拡大してしっかりぶつけておく。拡大してしっかりぶつけておく。で、次が78度。右クリックして、この起点をしっかり取っといてから、で、ここにしっかりぶつけておく。あ、これ変なの出たね、これ。後から消しますからね。こういうパニックにならない方がいいですよ。こういう、結構こういうのあります。ちょっと触っただけで欠けちゃったりするんですよ。まあ、それはあんまり気にしないでやっていきましょう。これでできました。そうしたら、これをね、コピーしちゃいます。で、これでね、もうこの中長編みのこの線いらないんですよ。ですから、消去で、左クリック。あ、違う、右クリックだ。ちょっと待って、間違えた。消去はね、何だったっけ。まあいいや、消去。そして右クリックで、消えましたね。これ変になってますけど、直ります。
そしたら今度腹斜で選択確定して起点変更をこの下に持ってきて、そしてこれ角度が出てるからですけど、角度を無視点にしてくださいね。そしたらここで回転、これが180度。そうするとひっくり返るんですよ、これ。このまま使えます。このサイズでいいんですよ。この何かな、下に入る鎖編みとか細編み、それとうまくこう入ってきます、これで。で、これ左クリックしかできないですね。ちょっとお顔がまた邪魔。これ落としから消去しておきますね。右クリック。そしたらこれまた複写して、そして選択確定、起点変更を下に、起点変更を右クリックして、これも複写しておきます。だから同じ角度なんだわ、これ。実際には微調整がいるかもしれないですね、これ。変更っていうのができるので、で、これ左クリック。でもこの基本がこれできてるので、実際書くときにこれを引っ張ってきて、これをこうちょっと加工すればいいだけなので、結構うまくいくと思います。そうしましたらね、ここで、頭いるでしょ？頭全部最後にしときましょうね。次に、この長編みの2目編み入れる、3目編み入れる。これもね、一緒です。12か78。で、これやはり同じことをするんですけど、線で、水平垂直外しておいて、で、寸法なしで傾きだけ入れるんですよ。傾きが、12と78。あれ、なんで入ってないんだろう。12でやれましたかね。12でやれた、これ。ああ、やっぱりこれ下捉えてるね。エスケープキーで消して、78ですね。はい、はい、78。90になればいいんですもんね。足したら90。あれ、こんなとこに出てきちゃった。時々これお化けみたいに出るんですよ。そしたらこれやはり先ほどの、今日はお顔が邪魔だね、これ。先ほどのこう一緒、拡大して、もうしっかりこの線を捉えておいて、これね、高さをするためにこんなことしてるんですけど、もっと違う方法あると思いますけど、そうするとね、この長さをね、これと合わせる長さを測るっていうことになるんですよ。とまたちょっとこの設定とかその辺使わなきゃいけない。ですから、こんな結構ファジーでやってます。あえて。これの方が分かりやすいっていうかな。私たちぐらいの年代の話ですよ。あれ、また変なの出ちゃった。で、ここでまた右クリックして、マイナス78度をこれぶつけて、まっすぐ、できるだけまっすぐ引く。で、これで、長編みの2目、一度編み入れる。2目じゃ、2目一度じゃない。2目編み入れるができました。そしたら、次にするのが、3目。無視点にしておいて、そして中心部分を右で捉えて、捉えてくれてますね、もうコンピューターが賢いから。そして右でクリック。中心部分はこれ点と点があるからやってるんですよ。そしてこれも一緒です。角度一緒、全部。78でしたね。で、これもやはりこうしっかり捉えて左クリック。
で、こちらもう一つの右側がプラスの78で捉えて、左クリック、これでできました。で、これ消します。で、もうこれで高さが揃いましたから、消去で右クリック、そしたらこれを反転させておきます。これやはりコピーして反転させておきますね。コピーもします。複写、複写でこれを選んで、この2つとも選べばいい。そして、選択確定、起点変更。起点はここに持ってくればいいわ。あ、さっきもうね、あれになってるからね、回転入っちゃってるけど、無視点にしといてください、まず。これ、長編みを作ってます。で、これはここにしっかり起点のところに置いて、それもう一つ、もう一つ連続で置いて、そしてもう一回複写を押して、これ一つずつね、今度は反転だから、選択確定して起点変更をこの下に持ってきて、そしてここ回転180度でここに置きます。これ左クリックしかできないね、交点ないから。これみんな一緒でしょ、線が入るか入らないかだけだから、同じ角度でやってください。これ移動ね、このマウスの左と右を両方しっかりバシッと押して、そうすると移動って出るので、それを離せばいいんですよ。自分の行きたいところ、はい、今やりましたけど、それでやってます。まあだんだん慣れてくると思います。これ左クリック、そしたら次はこれね、3目の方、もう一度複写を押して、この3目を複写、選択確定、起点変更、あれ何これ、あ、そうだね、さっきやったんだね、起点変更して、そして今度は180度回転、あれ何だこれ、あ、これ間違えてこれ中だなみたいな、これやらなきゃいけないでしょもうほんとおちょこちょいなんだから。複写長編みのこれ3本のやつを選択確定、起点変更、なんで上にあるかなと思ったんですよね。それでね、もう180度選んでるから、勝手にコンピューターが。それでこれを左にクリックで置く、でもう一つ置く、そしてもう一つ置く、これでね、基本的にはできたんですよ。で、これね、なぜね、これスラッシュ逆っていうかな、これね、これがね、上で置きたいと微妙にこ違うんですよ、こっちが。だからこんなことしてます。反転してからやるんだけど、ああしまった、これこの頭を入れてからコピーすればよかったんだよ。それやらなきゃいけないと思って忘れてる。許してください。だんだん上手くなると思います。そしてまず頭入れましょうかね。これ頭。1.6 の直線です。で、これを複写します。そして選択確定して、これもすでにね、この中心を捉えてくれてるんですよ、これ。起点がね。ポチってあるでしょ、見にくいかな。そしたらここ一つずつ全部入れます。これ右クリックでいきますね、右クリック。これなんか入れてからコピーすればいいかな。これの一つ入って入らないんだな、こう入らないですね。中長編みはもっと短くしないと。ここも入れますよね。
ダメ一度も全部これ全部入れときます。3名かろうじて入るけど、これ印刷したらくっついてるかわからない、わからない。もうちょっと短くすればいいね。中長編みは 1.6 だけど 1.2 ぐらいにするとか、だからほんのちょっとだけ頭がついてるって感じですね。そうしましたら、これ長編みだからこれいりますよね。でやりましたよね、この間。それと同じことです。水平垂直を選んでおいて、そして、寸法はもう指定なし、だからもうフリーで書いていきます。で長編みはこの辺かなっていうというところに線を引く、実線でいいですよこれで。長々編みはこの辺かなっていうところで線を引く、左クリックしてマウスクリック離して、そしてマウス動かすだけで、これ3つだからこの辺かなと思ってまず引く。これ場合は伏線を選んで左クリックで、何もないところで左クリックして、そしてここで1ミリ入れて、1ですよ、入れてもこう下に出てる。そしたら、連続をする。これで3つできました。でこちらの場合は高さが微妙に違いですかね。それで反転するとこれ変なんですよ多分。ですからまあこれで引いてきますね。まあ、こういうの弾く練習にもなるし、なんで書けないですかね。違う、線を選ばなきゃいけない。線を選んで何もなし、水平垂直だけ入ってます。そして、ぶつかっちゃうんですよこれ、高いから。あ、ここは細いから。だからあれ、これ頭ないわ、ちょっと下目、これぶつかっちゃいますよこれ、線が。もうちょっと下にしておきます。これ長々編みで、これなんかもっと特にもっとぶつかっちゃいますね。3本入れちゃうと。でこれは伏線、左クリック、伏線間隔1、もう作ってくれたから左クリック連続、これで、ガイドラインができました。そうしましたら、じゃあ先ほどと同じこれだよ、これこんなとこにいるからあれだけど、副詞を選ばなきゃいけない、慌てるんですよね。変なのが出てきちゃった。変なのが出てきたらエスケープキーで、慌てないでいいですから、エスケープキーでそこまで戻る。副詞選択確定、持ってきます。ここにも持ってく、この辺にも持ってきましょうかね、また使うから。この辺にも一つ置いときます。そしたらこれは35度でしたよね、回転がマイナス35度、マイナス35度で全部やっていきます。これ右クリックですよ、全部これ右クリックしっかりやってくれてるでしょ。右クリック、右クリック、右クリック、こちらも、右クリック、右クリック、これちょっとね微妙でしょ。まあ、本に書いてあるあの水がね、いかに大変なのかということも分かりました。でもね、これがね、このコンピューターの作業ってね、地道にやっていかなきゃ組み立てれないね。昔ね、ベーシックをちょっとだけ習ったことあるんですけど、それ習ってる時にね、プログラミングの方ね、ほんのちょっとやっただけですよ。コンピューターってどんな仕組みでできてるのかなって興味があったんで、それで行ったんですけど、その時思いました。あ、これ編み物と一緒だわと思って。それなぜかっていうと、編み物を目数一つ落とすともうややこしいでしょ。で戻らなきゃいけないじゃないですかと思って。で
プログラミングも一緒なんですよ。こういうパソコンの作業も。一つ落としたらとか、一つ忘れたら、そうならないんですよ、形に。だから同じだなと思ったんですよね。あ、これなんとか入りましたね。もうちょっと短くしてもいいですよ、そう、こういう場合はね。ここ入ってない、後から入れます。これが、あれ、これ3本なってないね。あ、抜けてるわ。これ後でやりますね。そしてしかもね、昨日の夜、昨日の夜じゃない前回のこれ、これ抜けとるよ。見てください、ほら抜けてるでしょ。まあ、ファージーでいいから引いときます。これは左クリックしかできない。怒ってきた。ほら、これも抜けてる。お顔が邪魔だね今日。左クリックだった。はい、これで、これ今ここね、ここなんでさっきあれしたからかな。伏線選んで、間隔1、そしてこれ、こういうふうに戻らなきゃいけないとなると、本当時間がかかるよね。卓確定で回転がマイナス35。だから一気にこうやっちゃえば、この数値も入ってるし、あ、なんかこれ変だね。そしたらこう消しますね。消去は何だったっけ、貼っといたのにどっか行っちゃった。消去 D だ。消去で、ここの消去でもいいし、 D ね、キーボードの D で右クリック。これこうなってもパニックにならないでいいですよ。戻せばすぐ普通に戻ります。ここでしか消えないから、ここしか選んでないので、これ近いところで選ぶとややこしいんですよ。これね、右クリック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 。はい。もうできました。何、練習しちゃったって感じですよね、この5番。ちょっと 1回分、遠回りしちゃいましたけど、まあ練習したと思って、私もここまで来るまでにも本当に練習しました、たくさん。だから地道に、もうコツコツ、だから、結構慣れてらっしゃる方でも、もうコツコツ、慣れるしかありませんね、みたいなこと言われて、間違えてね、さっきみたいに。手順間違えたり、そんなことばっかりしてます。はい、今回ですね、インスタグラムの方に、本当に温かいコメントくださった方がいて、これを見てる方で、CAD のお仕事してらっしゃるみたいなんですね。それでいろいろね、教えてくださるんです。もうそれがありがたくって、本当に嬉しい。で、またさらにね、この動画は今ね、すごい視聴が少なくって、正直バッグや編み物してた方がね、視聴が上がって、上がるんですけど、ですからもう本当10分の1ぐらいの視聴しかない。まあ、だけどもこれがまあ10年先まで残ると思って、私は頑張ってやってます。で、先ほど見せたみたいに、光が見えてきたでしょ。本当簡単な、水なら本当に、こんな簡単にできちゃうのっていうぐらい簡単にできます。そのためのこのツールボックスなんですね。ですからもう少しです。とりあえず今回は、あとするのは、引き上げ編み。表裏の引き上げ編み。これ丸くこうくるっと書くんですけどね。あとピコット編みも作っておいた方がいいと思って、ピコット編み。それから3玉の、3玉じゃない、3玉だったらどうするの、3目の玉編み、5目のパプコン編み。パプコン編みと玉編みじゃ頭が違うでしょ。それをどうやってやるかっていうのをやっていきたいと思いますね。そしたらいよいよ
輪に入れる、輪の中に編み入れるっていうのをやって、ここにも入れて、それを置いといて、それで基本の何ていうかね、ちょっと簡単な編み図が ほぼほぼ描けるっていう風にしておきますから、あと 1,2,3,4 回をだいたいこの、準備編でやって、それで、次に移りたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次お楽しみにね。あ、今日ね、今ね、ゴールデンウィークの2日目かな、あ、29日から休んでる人はこれで3日目、日曜日ですからね。で、今年はね、寒いでしょ。今日も寒くって、またこんな格好してるんですけど、寒いのもあってね、しかもね、これ今のキャノンの練習が面白いもんだから、もう出かけもせず、もううずうずとうちにいます。ちょうどいいかなって、私みたいにもう出たがりが結構うちにいるので、周りは安心してます。そんな風です。じゃあね、今日も46分もかかってしまいましたけれども、お付き合いしていただいてありがとうございました。